にちは、なのだ。僕の名前はずんだもん。勉強はちょっぴり苦手だけど、体育は誰にも負けない。元気印の花丸小学生なのだ。今日は学校でプールの時間があるのだ。とっても楽しみなのだ。ルンルン気分で登校したのだ。だけど、なんだか少し前からお股がぬるぬるして気持ち悪いのだ。あ、休み時間になったのだ。おトイレに行くのだ。なんだこりゃあ。おパンツに血がついてるのだ。これはもしや、保健の時間に教わったあれなのだ。信じたくないけど、そうとしか考えられないのだ。とうとう僕にもこの日が来てしまったのだ。どうすればいいのだ。あ、次の授業が始まるのだ。仕方ないから、とりあえずトイレットペーパーをパンツの内側に敷いて急場をしのぐのだ。あう、お股が気持ち悪いのだ。なんだか気分も悪くなってきたのだ。やっと授業が終わったのだ。でも次が最難関なのだ。次の授業は体育、プールなのだ。お着替えがあるのだ。みんなにバレたくないのだ。更衣室へ行く前にもう一度おトイレへ行くのだ。やばいのだ。椅子に血がついてるのだ。ってことは、あ、やっぱり、ズボンのお尻の部分がびちょびちょになってるのだ。後ろから見られたら、みんなにバレちゃうのだ。もはや、プールに入っている場合じゃないのだ。一刻も早く、保健室に行くのだ。あれ、すんだもんちゃん、どこに行くのだ。更衣室はそっちじゃないのだ。あっと、ちょっと今日の体育は休むのだ。へえ、あの元気っ子のずんだもんちゃんが体育を休むなんて。雪でも降るのだ。わわわ、そうかもなのだ。それじゃあ、行くのだ。あれれ、ずんだもんちゃん、どうしてさっきからお尻を隠してるの？なんでもないのだ。なんでもないのだ。もしかして、うんちかおしっこでも漏らしたのだ。だから体育を休むのだ。違うのだ。うんちは漏らしてないのだ。その慌てっぷり、怪しいのだ。とりゃあ、下敷きが。ああ、すんだもんちゃんのお尻が真っ赤っかなのだ。何これ、何これ、汚い、汚いなのだ。やめるのだ。大きな声で騒がないでほしいのだ。すんだもんちゃん、これって生理なのだ。生理だよね、なのだ。やめるのだ。みんな見てるのだ。あそこから血が出るやつなのだ。気持ち悪いのだ。生理なのだ、生理なのだ。すんだもんちゃんは生理なのだ。まだ小学生なのに、もう生理が来てるのだ。早すぎるのだ。きっと隠れてエッチなことしてるのだ。あそこのおけげもボーボーに違いないなのだ。わあ、なのだ。はあ、泣いちゃったのだ。知らない、なのだ。次の日からずんだもんちゃんは学校に来なくなった。僕は何度もずんだもんちゃんの家まで謝りに行こうと思った。でもあと一歩の勇気が出ないまま、時間だけが過ぎていった。そのうち僕にも生理が来た。でもずんだもんちゃんはずっと学校に来なかった。修学旅行も卒業式も来なかった。風の噂でみんなとは違う遠くの中学校へ行ったらしいとも聞いた。もう一生彼女に会うことはないかもしれない。僕はどうしてあんなことをしてしまったのだろう。中学生になった今でも、生理が来るたびに彼女のことを思い出す。僕は大切な友達をあの日失った。